んじゃねえか。おお組長さんよ、またしのぎ広げることになったからよ、金使わせてもらうぜ。おいこら聞いてんのか、こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえいい加減にしとけよ、返事もできねえのか。はあのな、おめえはどこまで至るなんだよ。ったくまだ連れのキリヌが根性あったぜ。まあ奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌはヘタレだって。誰が桐生よりも根性がないんだって。メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。同じじゃねえか。そうだそうだよ、とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ、俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。愛の形どこか殺すことが愛の形なのか、そういうことじゃないんだよね。そうだ桐生、お前の携帯。ああすまない。シンジから伝言が入ってる、聞いてみろ。シンジです。さっき錦山組の門から聞いたんですけど、兄貴の情報、錦のおじきに筒抜けみたいで、そばに怪しい奴がいるはずです。お気をつけて。伊達さん、花屋のところに行ってくれないか。おお、お前無事だったか。どうした。一つ頼みがある。どういうことなんだ桐生。もっと早く気がつくべきだった。歌堀のところに行った時、錦は俺宛に電話をかけてきた。あいつには俺の動きが見えていたんだ。ああ、それに水死体が水木じゃないなら、ペンダントの秘密は誰から。弓は失踪中、遥と錦山が接触したこともない。なら出るぞ桐生、セレナの映像だ。4日前の映像を頼む。お前まさか。そこだ、再生してくれ。ちょっと出てくる。いってらっしゃい。
今キリちゃん出てったわ。なんか堀氏の、そう、歌堀分かった。それじゃ。あのレイナが。嫌だよこんなの。キリュウ、お前がここに来る前、ハルカを探してほしいって女が来た。この話覚えてるか。ええ、この女だ。だってさ、行こう、セレナ。まさかの裏切りかい。嫌になってくるね、このゲーム。本当に。暴力、ヤクザ、裏切り。いいとこゼロじゃねえか。お、ここは操作できるね。いないけど。え、めっちゃ荒らされてるんですけど、何これ、どういうこと。 White? なぜ。キリちゃん、このメモを見ていたらもう分かってるよね。そう、錦山君に情報を流していたのは私。本当に本当にごめんなさい。私、錦山君のこと愛してた。彼に振り向いてほしかった。だから彼の喜ぶことは何でもした。あの人が望むことは何でもしてあげたかった。それがどんなにいけないことかは分かっていたはずなのに。本当バカだよね。でもあなたたちに会って何が大切なのかを思い出した。今さらだけどね。私は責任を取りに行こうと思う。私なりの責任を。レイナ、あ、兄貴。シンジか、お前どうした。レイナさんです。兄貴を裏切っていたの。ああ、俺もさっき知った。レイナさん、セレナに西山さん呼び出して撃とうとしたんです。何。今俺と逃げてます。シンジ、今どこだ。よく分かりません。ミレニアムタワー、サイの河原が見えます。シンジ、待ってろ、すぐに行く。それまで絶対に死ぬなよ。そこのキリュウちゃん、止まりなさい。もしや。うわ、気持ち悪い。何、全然似合ってないし。いい、ドヤじゃなくてね。何してんねんこいつ。早く向かわないとダメなのに。はい、お出さんかい。そこいいじゃねえか、別に持ってても法律違反ではないだろ。この緊迫した空気の中、まさかのここでマジマが出てくるっていうね。アウト。武器は、武器持っとる。え、何持ってた。何も持ってないと思うけど。ん。お前が持ってるじゃねえか、ふざけんな。こんな警察官いるか。どこでもマジマシステム来たよ。マジマ巡査。倒していこうか。野獣馬うぜえな。おらおらおら。おら。
こんな緊迫した空気の中、ほんとマジマ兄さんと戦いたくねえよ。早く向かわねえと。シンジごめんね。シンジすぐ行くからな。待ってろ、シンジ。マジマ兄さんがさ、邪魔してくるんだよ。おもちバット使ってくるしね。痛い痛い、この人何なの。すごいアクロバティックな動き。バットの使い方間違ってるよ。ほら。はい、来た。おやこんなコスプレまでしてさ、どんだけ戦いたいんだよ。まずい。イエース、ナイス、倒すこと成功だ。グッバイ。めり込んでるやないけ。すごいめり込み方。気持ち悪いな。そのまま帰るんかい。さすがや。これ2回目だよね。どこでもマジマシステム2回目だよ。どうでもええわ。早く向かわないと。俺だ。今どこだ。雑居ビル跡です。サイの川の近く、バッティングセンターの裏。分かった、すぐ行く。早く来てください。俺が行くまで死ぬな、シンジ。シンジっていうのびっくりして、ギャルがなんかもう道変えて別の方向行き出したよ。あ、兄貴、今ビルの屋上に向かっています。でもこのままだとすぐに追いつかれそうです。分かった、すぐにそっちに向かう。なぜ屋上に行くんだ。もっと別の場所に隠れろよ。雑居ビルの屋上、上どうやって行くんだ。これ非常出口。あ、ここ階段あるわ。ここだな。うん。ああ、昔キャバクラがあった雑居ビルにいる。田中のおじきは女連れて屋上に逃げてるぜ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前らも大至急来い。なんだと。アラセの兄貴、そいつはまずいな。兄貴が来たらビル中蜂の巣になっちまうぞ。兄貴が来る前に何とかして終わらせるぞ。とにかく来い。じゃあな。え、何の脈絡もなく戦い。オッケーオッケーオッケー。屋上へ向かいだね。めっちゃ数いるんですけど、こんないたっけ。こんないなかったような気がするんですけどね。はい、オッケー、来いよ。どうした、いた。何、何投げてきた、何投げてきた。よくわかんないよ、投げてきたと。恐ろしいね。おい、せいやーせいやーせいやーでゴリ押し。あ、死んでまえ、バカタレ。頭のけたろか。すごいこと言うね、俺も。恐ろしいわ。このゲームして性格変わったな。頭のけたろかって、もう絶対言っちゃダメだよ。何投げてきてんの。何お前投げるだけって。そんな人生楽しいのか。死んでまえ、蹴飛ばしたるで。頭のけたろか。サッカーボールキープ。いいね。おう、次こっち。待ち構えてるっていうね。もうなら来いよ。ね、待ち構えんじゃなくてさっきの場所来いよ。仲間弱ってるの何もしねえって最悪だな。全然友達思いじゃないわ。そんな人この世界にいないと思うけどね。友達思いな人はね。 OK、 せいやー、はい、グッバイ。人使ってドア開けるのやめよ。ドアもびっくりしてると思うよ。こんな開け方しないでって。またいんのかい。せいやー、はい、 OK。 頭と歯のけたろかー。サッカーボールキー、気持ちいい。こちらこちらこちら。お、屋上か次。違うね、まだか。どっちだどっちだ、この中か。おいえ、何、強そうなやつ来たよ。うわ、ごついなこいつ。プロレスラーみたいな体しやがって。オッケー、ほら、
おらおら、なに、キリュウちゃんすごいことになったよ今ケツケツケツがすごいことになった。ゴー、ノッノッノッ、なに、オッケー、アウイエー、すごいダメージ。セイヤーセイヤー、オッケー、あとちょっと、死んでまい、オッケー、レッツゴー、決まった、アオヤアオヤ、オーマイガー、まあまた人使ってドア開ける、斬新な開け方ではあるけどね、やめてあげて、痛そうだし。次こっち、またいるし、おお、銃持っとるやんけ、あかん、体力ピンチ体力ピンチ体力ピンチ、銃撃つだけであと何もしてこないのかい、と倒れてんだから攻撃してこいよ、してほしくはないけどね。よし、死んでまい、何ハンドガン持っとんねん、これ銃どうやって撃つの、あ、三角で撃てる、おお、強い強い強い、これボス戦で使えたらいいのな、どこいる、のの、おいおい、オッケー、あ、オッケー、銃使おう、銃、お前も銃持ってんじゃねえか、嘘だろ、その銃くらい持っとるわな、何椅子持ったやつが構えてんのこっち、痛い痛い痛い、何しとんねん、銃以上に食らう、ソファーってそんなに痛かったっけ、絶対銃の方が痛いと思うけど、痛い痛い痛い、めっちゃ食らうんですけど、こいつガムシでいいんじゃないのね、そこから動けないだろうと思うけど、おいえ、あののミスターミスターミスター、ドアホガーじゃねえ、何してんの何してんの、お前サッカームカつくな、なんだよ、ただただただソファーで殴ってくる、意味不明すぎるだろ、動けや、これこいつこそ銃で倒すべきだったね、失敗したわ、銃落ちてねえの、あ、落ちてるね、あ、なんで銃撃てない、なんか銃撃てない、あた撃てるね、え、あ、空っぽってことか、あ、入ってないね、弾。もう一個落ちてなかったっけ、ほら、これで攻撃だ。これ特化攻撃。この先行きたいの、こいつが邪魔で行けないっていうね。よっしゃ。一定の距離さえ保てばいいからね。あ、銃落ちてるじゃん、これ。この銃だ。これ敵が持ってた銃だろう。あ、これも弾ないのか、嘘だろ、弾なし。あ、ここ落ちてる銃が敵が持ってたやつだ。あ、弾4発入ってるね。行こう、行こう、バカタレ、どげハゲ、なんだソファーで殴るだけの作業って、絶対楽しくねえだろ、また銃持ちいるし、せいや、あ、いや、これそこ角曲がったとこ銃持ちいるからね、銃持ちが出てこれないとこで戦わないとね、せいやキャッ、どこだどこだどこだ、お前から倒そうか、まずい、出るな出るな出るな、よし倒したね、ふう、またまた、それでドア開ける、あれ銃持ちいたことない、あいつ倒さなくてもいいのか、思いっきりおるけどね、これ倒しとこう倒しとこう、オッケー、倒しても倒さなくてもいいんだね、こんな狭い空間で戦う？あ、いや、次から次へとゴキブリのように湧いてきやがって、タオン、あと一匹、どこ、逃がさんでじゃねえんだよ、お前が逃げろバカタレ、逃がしてやるからよ、オーイエース、まだ屋上じゃないのか、意外にでかいなこのビル、また来たよ、
いかにもヤクザっていう格好できたね。うわ、10文字2人もいる。まずいな。よっしゃ、体力少ないのが救いだけどね、これでアホみたいに体力多かったら地獄だぜ。本当に素手で来いバカ野郎。これこのゲームはそういうルールのもとやっとんねん。なんでお前らだけ10文字も。よし、簡単に終わったわ。アウイエス。最後グラさんのいたわ。えさっきそこで倒したよね。またいるし、待ち構えてるし。なんなの、いつ終わりになるの。バット持ちいるんだけど。野球選手いるよね、完全に。オッケー。あ、弱えし。めっちゃ弱えし。佐久間弱えし。なんでバット持ったの。弱いやつがバット持つな。バッター強いやつが持つもんなんだ。イエース、終わった。まだなのか。このビルほんとでかいな。ちょっと待って、ちょっと待って、撃つな。反応遅えな、撃つ反応遅すぎるわ。もう後ろいますよ。そこに誰もいませんよですわ。気持ちいいね。たたんかい、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 楽しませんかい。何、何言ってんのか分かんない。死んでまいバカタレ。お前の声は俺には届かないよ。銃拾っても意味ねえや。まあいいか、拾うだけ拾っとけ。銃さえ持っとけばボス戦めっちゃ簡単になるけどね。まだなのか。あのの、何何、いきなり攻撃してきてんの。こっちが知ら、気づいてない間攻撃するパターンのやつやめよう。腹立つな、お前。お前腹立つわ。お前だけはもうボコボコに殺すわ。ボコボコに殺すからね。ボコボコにするじゃないんだよ。ボコボコを殺すんだぞ。恐ろしいわ。はい、お前もね、ボコボコに殺す。はい、オッケー。腕2本なくしたのか。恐ろしい。もう言うのやめよう。怖くなってくるわ。誰がこんな実況を見るんだよ。頭おかしいやつが実況してるよ、これ完全に。おいえ、次どっち。もう屋上でいいと思うけどね。どんだけ戦えばいいんだよ。え、どっち。え、何、ここマーク表示されてるけど、こんなんかあんの。何もないよね。ん、なんでそこマーク表示されるんだ。こん中入っても何もなくないねえ。何もないよね。あ、敵いるの。あ、これ、やっぱ倒さないとダメなんだね。よっしゃ。気づかなかったわ。はい、これで、まだ中にいるし。お、ショットガン、お前、すごい本格的なもん持っとるな。出てくるゲーム間違っとるぞ、お前。FPS に出てこい、バカ野郎。コールオブデューティーに出てくる敵じゃねえか、お前。何、お前、ショットガンなんて持ってんの。いや、これ拾おうよ。めっちゃ強いよ、これ。ショットガン。なんで古びてんの、なんで全部古びてんの。オッケー。え、ショットガン弱え。弱え、ショットガン。マジかい。クソ弱えじゃねえか、お前。ふざけんじゃねえよ。全然食らわなかったぞ、お前。あの距離ショットガン食らって、あれだけにダメージ食らってないとか、お前。超人じゃねえか。人類最強な男じゃねえか、お前。よっしゃ。よーし。せいや。の、まずい。何してんの、一人で。一人で何してんの、君。はい、これで終わりかな。ハオヤ。早く屋上に行かせろ、バカタレ。次も屋上だろ。よし、来たよ、屋上。しかし、信じはいない。あ、まずいまずい。銃持ちいる、銃持ち。あぶね。よっしゃ、間に合った、間に合った。あっぶね。ほら。あ、ドロップキックなんてするんじゃなかった。やった後の隙が半端ないからね。シンジ、シンジ、シンジどこだ。んん、こっち、これどこ、こっちか。えい。かっこいいね。で、敵が待ち構えてるっていうね。銃持ち、ふざけんじゃねえ、お前。何待ってんの。
いいとこ配置してたな、お前。また銃持ちるよ。の、おわっ確実に当ててくるエイム持ってるね。だからなんでこの世界にいるんだっちゅってんの。絶対いない方がいいよ、この世界に。うわ、ナイフ持ってるやついるじゃねえか。ナイフというか、これなんていうの、ナイフっていう長さじゃないよね。ほら、お前まず優先的に殺す。ごめんね、それ持ってるだけでもう優先的にお前を殺さないとダメになってくるから。よし、しゃあラスト一匹。ドカーン、レッツゴー。どこだ、次どこ。ちょっと回復しとこうか、念のためね。だいぶ使ってきてるけど、これボス戦あるからな、この先多分ね。かっこいい、いちいちかっこいいっていう。よし、いきなり撃ってくんの早いな、お前早いな。ちょっと間があるんだけどね、普通なら。いや、いきなり構えんな、早すぎる。なんちゅう反射神経じゃ。あ、ショットガン持ってきたよ。こいつこいつこいつ危ない。何しとんねん、持っていいもんと悪いもの分かんねえのか、お前は。何その登場の仕方。うわ、奥に銃持ちいるし。あ、これ飛び越えられないパターンか。まずこいつ倒さねえと。あいつ撃ってくんの。いや、撃ってこないけどね。何、見てるだけ、やられてんのに。ほら、どうや、どうした、オチ君どうした。オチ君ボコボコしてるよ。オチ君ボコボコするよ。ドラム缶が邪魔だドラム缶こんな邪魔思うこと人生で初めてだわ。初めてドラム缶って邪魔いわって今痛感してる。ドラム缶ってこんな邪魔なものだったんだね。はい、これで終わり。甘い、甘い。よし、次こっち飛ぶ。ほほほほ、何その避け方。なんで銃のスピードについていけてんの。あーし、これで終わりだ。とりあえず一旦戦闘は終わったね。シンジいたか、今シンジここにいるんだろうな。いたいた、シンジ、風俗好きのシンジ。キリュウさん、邪魔しないでください。黙れ、近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前シンジに銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ、俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちたきゃ打てよ。シンジは打てて、俺は打てねえのか何ちんたらやってんだバカ野郎。レナ、さっさと弾いて終わらせろや。これはボコボコにしていかないとダメだね。キリュウ覚醒の時だわ。銃ばっか使いやがって、卑怯者が。ほとんど銃持ってんじゃねえか。まず銃持ち、お前から殺すよね。当然だよね、当たり前の話だよね。銃持ってるだけでも死ぬことは確定だからね。何してんの、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 何してんの。とりあえず周りのザッカー倒すよね。当然だよね、恐ろしいね。当たり前みたいに銃使ってくるか、恐ろしいね。怖いね、手震えるね、足も震えちゃうね、正面も漏らしちゃうね。
いろんなものが出てくるね。出てきちゃダメなの出てくるね。ノノノノノ、遠くから撃つのやめて、それ。近くから撃つのはいいけどね。今別の人と戦ってんだから邪魔しないでよ。よし、こんだけ周りにいてね、確実に俺に当ててくるエイム力すごすぎるでしょ。出てくるゲーム絶対間違えてると思うんだよな。こういうゲーム出てきちゃダメな人だよ。 FPS に出てきてさ、次回作のコールオブデューティーに出てきてほしいね。OK グーバイ、死んでまえ、お前の人生終わりじゃ。よし、ナイス、セイヤー。で、お前だな。俺の動きについてこれるかな。何その動き。いやいや、絶対出てくるゲーム間違えてるわ。え、攻撃当たらないんですけど。銃撃った後の隙ができるね。なんで振り払われるの、おかしくない。せいや、なんで、当たってないよね。肩はめじゃボケ。何その角度からなんで当てれんの。ハンドガンってそんな当てれるもんなの。いや、もう腹立つな、お前。おい、ジジイ、おい。クソじゃなくて、おい、ジジイ。おい、ジジイ。お前、前回戦った中国人より腹立つわ。何してんの、全然違うとこ撃ってるし。これはムカつくね。当たるたびにこける敵。はっはっはっは。何この人のエイム、おかしいですよ。100発100中じゃないですか。基本相手の攻撃待ってやるのが。あの動きについてこれる？絶対出てくるゲーム間違ってると思うよ。なんでこのゲームに出てきたの、この人。バカじゃないの？そういうとこはバカなんだね。全部振り払われるのはなんでなの？ねえ。つかみ攻撃はなんでボス戦だと全然成立しないの？何のためのつかみ攻撃なのか教えてほしいね。もうクソムカつくね、本当に一回一回倒れんの。歯じゃなくて。このクソジジイ、ほんと、ほんとシャレにならないくらいムカつくわ。前回の中国人なんて全然気にならないレベルでムカつくわ。なんじゃこいつ、クソほど思んない。素手で来いよ、お前。なんで当たってんの、あんたのハンドガン、キリュウの肩超えてんじゃん。なんでお腹に当たんの、ねえ。どこから撃ってんだよ。今、ひるんでたよね。もう、また回復タイムかい。なんなの、早くも回復タイムってなんだよ。クソほどつまん、もうクソほどつまんねえわ、もう。ムカつくだけの敵。勘弁してくれよ、ほんと。一回一回こける。罰ボタン連打する身よりもなれよ、お前。手が凝るんだよ。うーわーじゃなくて、もうゴリ押しで行くよ、俺は。ああ、もう。なんでこっちの攻撃動作すり抜けてさ、攻撃中なの、攻撃を無視して銃撃てんの。よし、何連続で、何そのパターン、何すごいダメージ与えてんの。最後くらい素手できたらどうですか。何その技、何それ、何それ、何そのダメージ、何そのキチガイダメージ、何それ、何それ、何そんな死ねえでそんな食らんの。必殺技でもないのによ、そんな食らっちゃダメじゃんねえ。死ねえで何それだけ食らってんの。どんだけ攻撃避けんだよ、こいつ。
もう何なのこの攻撃の避け方、クソムカつくね。全部避けるじゃん、何なのこいつ本当に。ちょっともう攻撃当たりにくすぎて面白くねえわ。いや何なの、銃を使うのかキックするのかはっきりしろよ。つまんねえクソみたいなキャラクターだなお前。物使わないと勝てねえのかい。腰打たれてクソで済むわけねえだろお前。どんだけリアルじゃねえんだよ。全然リアルじゃねえよ、これ日本じゃねえだろ舞台。もうなんで回復してんのまた。もう何なのプレイヤー与えたダメージ全部回復するって。はあ、もうこの回復があるから好きじゃねえんだよな。絶対いらないと思うでこの回復。無断時間かかるだけだもんね。これ誰得システムなんだろうこの回復システムね。これで、あ、楽しいってなる人いるのかなこのゲームして。俺毎回疑問に思うんだよな。絶対いらないわ。いや、死ねえじゃなくて、一回当たったら余計をゼロかい。そういうとこ、それずるくない？なんなんその敵ひいきシステム。これでまた回復されたらほんともうブチ切れるね、さすがに。もうええわってなるね。もうお腹いっぱいですわ。もう全部やりきったわ。最終章まで行かなくていいってなるね。行く価値なしってなるね。すべてを、このゲームのすべてを味わった。おっしゃー、ようやく終わった。死んでまえクソみたいな雑魚。銃使うことしかできねえのか。傷口がめっちゃ黒いっていうね。そんなとこに力入れなくていいよ。兄貴、すいません。最後まで信じ、風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。わかった、アケミタだ。兄貴、これを。シンジ、お前シンジ、シンジー！ああ、これで終わりか。第10章。はい、クリアいたしましたよ。レイナもシンジも死ぬっていうね、悲しいお話になりました。まあ、シンジはいいキャラクターなので天国に行ってですね、天国でも風俗に通うんじゃないでしょうか。本当にいいやつなんでね、間違いない。お金も借りたしね。あの指輪シンジのお金借りて買いましたからね、多分返してないんじゃないかな。ねえ、キリュウちゃん返してないよね、絶対。ほんとシンジはいいやつですよ。いいキャラクターが死ぬというのはものすごく悲しいことでございますね。オッケー、じゃあ第10章の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回は第11章をプレイしていくつもりなので、つもりというか、まあ、していくよね、当然だよね。第1章飛んで第12章はプレイできないからね、次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おう。